皆さんこんにちは3月24日日曜日リビングライフの時間です私は救世軍の浅沢義人と言います今日も皆さんと一緒に御言葉から力を受けていきましょう今日の聖書箇所は詩篇61篇1節から8節テーマは心が衰え果てる時地の果てから叫ぶ祈りです 詩篇六十一篇一節から八節神よ、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたを呼び求めます。どうか、及びがたいほど高い岩の上に、 私を導いい。てください「あなたは私の酒どころ」「敵に対して強い矢倉。私はあなたの幕屋にいつまでも住み三翼の影に身を避けます」「神よまことにあなたは私の誓いを聞き入れ皆を恐れる者の受け継ぐちを」 私に下さいました。どうか王の命を伸ばし、その弱いをよよに至らせてください。王が神の見前でいつまでも王座についているようにしてください。恵みと誠を与えて王をお守りください。こうして私はあなたの皆を 常しえまでも褒め歌い日ごとに私の誓いを果たします今日の箇所はダビデがアブシャロムから逃げている えー、こととが背景となっています今日の箇所を見ていくと61編の一節二節「神を私の叫びを聞き私の祈りに耳を傾けてください」「私の心が衰え果てる時私は地の果てからあなたを呼び求めますと」とこの逃げている時絶望している時自分の安心した場所から遠く遠く離れている時 彼は神様に対して叫び求めていることが記されています。この地の果て、2, 2節にある地の果てとは、多くの学者が読みと訳す、解釈する学者もいるわけです。読み、遠く神様から離れた、彼がいたエルサレムから遠く遠く離れた場所、 でであるわけです私たちも、まあ、神様からちょっと離れているな今の場所なんか安心できないないつもより安心できなくてなんか神様からも離れてしまっているような気がするなっていう環境状況ってあるでしょうか。皆さんのの中にはだだけがいるその職場だったり ある方にとっては、ご家庭だったりとか、いろいろなパターンがあるのかなと思います。私も学生の頃、もうノンクリスチャンの友達ばっかの環境でしたので、ああ、なんか神様からちょっと離れているな、この環境っていうのがありました。でも、学校生活ですから、離れてしまったら、まあそのグループから抜けてしまったら孤立するわけなんですよね。 どうしてもこの神様の基準ではなくその友達たちの基準に合わせざるを得なかったりとかあなんか私たちふとした時に神様から離れているなこの場所安心できないな場所なっていう場所が一人一人の中であるわけなんです。 その中で、えー、読み進めていくと、こういう見言葉があダビデが祈っている中で言うわけなんですね。遠く離れているなと思うとき、紙偏61ペン5節神を誠にあなたは私の誓いを聞き入れ、とあるわけです。遠く離れているな。今の場所は全然安心できないな。絶望だな。孤立しているな。と 思う時でも私たちの主は決して私たちを置き去りにされない方であるということこのダビネの祈りを通して分かるのではないでしょうか。私の誓いを聞き入れそうですたとえその環境が安心できない神様から離れているなと思ったとしても。 主はご臨在く私たちふとするとふとした時に神様はいないと決めつけてしまうことはないでしょうかあの上司に職場の上司に同僚にこの環境に神様は働かれないなと思い込んでしまうことはないでしょうかしかしこのダビデの祈りを通して なされる主は私たちにも働く主である私たちにもどんな環境でもご臨在くださる主であることを覚えていきたいなと思いますこのような環境の中でも働いてくださる主それを褒めたたえたダビデは61編の8節こうして 私はあなたの皆を常しえまで褒め歌い日ごとに私の誓いを果たしますということをから祈りの中で告白し宣言していっているわけなんですねああこの遠く離れた場所でも主はご臨在してくださるそのことをこの瞬間だけではなく日ごとに私の誓いを果たす主と共に歩んでいこう 叫び求めていこうということをダビデは告白しているわけなんですね。このことを通して私たちに何を教えているのでしょうかそれは私たちの霊的視野を広げていこうと主は今日私たちに起こそうとしているのです。ここだけしか働かれないなと思っていた私たちの思いをいや、いるんだよ。 あの人にも働くんだよ。あなたが苦手だ。あなたがちょっと近寄りがたい。あの職場の同僚、上司、また学校の友達。この環境には決して働かないなと思うことでも、私はどこでもあなたと一緒にいる。そして、いるばかりではなく、人も環境も変える私なんだと。 教えてくださいますそう私たちの視野を霊的視野を広げようと今日一日働かれていこうとしているんですそのことを私たち期待していきましょう私たち絶望ではなく期待する心を持ってあああという思いではなく 神様働くぞ、この場所でもこの人にも働くぞともうオーバーにでいいですよオーバーにオーバーに期待していきたいなと思いますそこに神様はそのオーバー以上のことを今日一日起こしてくださることを期待して祈っていきたいなと思います 皆さんいかかがでしょうか今日神様は私たちのこの霊的視野を広げようと私たちに働きかけてくださいますこのダビデの祈りを通して絶望から希望へと私たちを這い上がらせようとしてくださ,るくださいますそうイエス様が十字架にかかって死んだのでは終わりではなく3日目によみがえったと。 この復活の希望と同じように私たちをも視野を広げ希望を持たせようとしていますそのことを覚えて祈っていきたいなと思います天のお父様ありがとうございますあなたに今日期待していきますあなたに希望を置いていきますあなただけが唯一の主 との神であることを告白し進んでいきたいと思います。さまざまな安心できないあなたからちょっと離れてしまっているなと思う状況環境だったとしてもあなたは私と一緒に共にいてくださってそしてその人も環境も動かしてくださると信じます。 期待しますどうかそのことを覚えて私たちの心をどうか強くしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン